はい、どうもたかんです。というわけで、今回は、ヒースさんの話をしたいと思います。昨日ですね、11月7日の夜にですね、ヒースさんが、癌で急逝されたというですね、ニュースが SNS で出まして、これが、女性セブンの取材で分かったというふうに、各種ニュースが、取りまとめていました。で、本当にパニック状態でね、みんなだったと思うんですけども、まあ、要はその XJAPAN の公式であるとか、ヒースさんのオフィシャルのモバイルのサイトであったりとか、YOSHIKI さん、TOSHI さん、スニゾーさんとかパタさんとかね、各種メンバー、オフィシャルのメンバー、皆さん、その急逝に対してお話しされていませんでしたから、出どころが出どころっていうことで、嘘だろうというふうに思っていました。皆さんもそうだったのかなと思いますけども、で今日ですね、11月8日のお昼過ぎぐらいに YOSHIKI さんが、X とかね、いろいろ更新されて、その中で、まあ、親族の意思とは別なところで、ニュースが出てしまったようですと、まあもろもろまた、確認して、私の気持ちはもう少し後で話しますというふうな、投稿されていて、ああ本当なんだっていうことですよね。すごく悲しいですね。すごく悲しいですね。こんなに、なんだろうな、自分にとってのこう大切な、大好きなバンドの大好きなアーティスト、大好きなベーシストが亡くなったっていう、ことに関しては初めてレベルです。もちろんヒデさんも大好きですけど、私が物心ついて、あ、かっこいい、大好きって思った頃にはもう亡くなっていた方だったので、このリアルタイムっていう意味合いではもうこんなに衝撃的だったことは過去一番です、私の中では。ですし、ヒーさん55歳ということで、若い、ものすごい若いですよね。私のもう親より若いんじゃないかっていうぐらいで、そういった意味でもこう本当に思いもよらぬというか、全くね、そんな兆しもなかったというふうに書いてあるようですね。本当に一部の方しか知らなかったようですね。スプレッドビーバーのメンバーとかもびっくりされてたみたいですね。近い関係者の方も知らなかったという、昨日の報道で知ったという人もいたそうです。はい、で、ヒースさんのその最後のステージって何だったのかなって思って調べて、それが今年の8月に行われた YOSHIKI さんのディナーショーでの共演がラストだったそうです。それもなんかすごく何だろうな、ね、もう未来にするようなタイミングじゃないんですけど、まあちょっと美しい話だなというふうには思ってしまいましたね。演奏されたのはラスティネイルですよね。XJAPANのラスティネイルをピアノ、YOSHIKIさん、で、ヒーさんがベースを弾いてということで、まあ変則的な形ですよね。そういった形は、初めてだった。初めてだと、はい、言っていたかなと思いますけども。で、その中でステージ上でヒーさんは、XJAPANまたね、できるように頑張りますっていうふうに、ファンの方におっしゃっていたように、いろんなところでですね、 XJAPAN やりたいと、ね、今後もやっていきたいというふうにすごく意思表示をされていたメンバーだと思います。まあ、なのでヒースさんのそういったコメントが、そもそも我々こうファンの運命共同体のね、すごく希望になっていたところもあったと思います。トシさんが、脱退されて、 XJAPAN が一度解散して、あ、もう終わったんだとメンバーの方も思って、それでもトシさんの代わりにボーカルを見つけてやろうとかね、思っていたそうですよね。で、そんな矢先に、ヒデさんが亡くなられて、で今度こそ X
XJAPAN もう絶対無理だとなったし、まあ、我々も絶対に復活しないバンドなんだな、伝説のバンドだっていうふうに思ってずっと過ごしてきて、それでも奇跡が起きたじゃないですか。 XJAPAN が復活して21世紀に XJAPAN の新曲が聴ける、すごく震えたし、すごく今でも私は新曲、この間のエンジェルもそうですけど、素晴らしい曲、素晴らしいバンドだなっていうふうに今でもすごい大ファンです。なんですがね、ボーカリストが脱退してもギタリストが亡くなっても奇跡を起こしてきた、そのリアルタイムで見てた皆さんからするとまだ分かんないって思うのかも分かんないですけど、個人的にはもうやっぱりまたこれでなんだろうな、可能性がというか、ヒーさんがいない XJAPAN かっていう感じ、どうなんですかね。なんかこういう話を今するべきなのかどうかもちょっとよく分かんないんですけど、なんかすごくなんかもう戻らない、本当に戻らないものをね、ヒーさん、はぁーって感じですよね。同じ YouTuber っていけば、XJAPAN 大好き研究所の堀道さんとか、X-WAGA 命さんとかね、私ってもう大ファンで見てます。私なんかちょこっとね話してるだけで、まあ、なかなかねあれだったりするんですけども、今回ばっかりはちょっと、すごく悲しくて、悲しいっすね。どうなっちゃうんですかね。まあ、ひいさんのそのなんだろう、これからのその情報というか、そういったものに関して何かこうまた発信する機会があれば、お伝えしたいなとも思いますが、ね、それこそ堀道さんとかのチャンネル見に行ってください。すごく、たくさんの人が集まっていると思いますし、そういったコミュニティにこうね、みんなでこう寄り添い合うことで、少しでもこう傷をみんなで癒していかなくちゃいけないんじゃないかなという、今こそね、そういうふうに思います。はい、すいません、ちょっとまとまらないんですが、うん、これはこれで一つこう自分の中で記録しておかないといけないことかなと思って、動画にしてみました。はい、ひいさん本当にありがとうございました。これからも音源でひいさんをこれからもね感じていきたいと思います。お疲れ様でした。